ランドオーラランは、1998年制作の、ドイツ映画である。トム・ティクバ監督。1999年、サンダンス映画祭ワールドシネマ観客賞受賞。恋人のマニの球場を救うため、20分で10万、マルクを用意しなければいけなくなったローラ。ベルリンを駆け抜けるローラを、テクノポップに乗せて3パターンのストーリーで描く。まるでゲームのように、 うまくいかなかったら、はじめからやり直すというストーリー仕立てになっている。同じ時間を何度も繰り返すリフレインプレイヤーを描いたとの見方もあるが、このリフレインに関する理論的な説明は一切ない。また、アニメなど様々な映像手法が使われている。3回のトライは、大失敗、問題はあるが惜しい失敗、成功。 というパターンだが、細かいピースの歯車が次第にやってくる点の他に、どんどん展開が破天荒になってくる思考にもなっている。赤い染料は水で洗っただけでも色が微妙に変わってしまうため、ローラ薬のために髪の毛を真っ赤に染めたフランカポテンテは、7週間ほどの撮影期間中に頭を洗えなかったという。最初のパターン、車もないローラは、 父親の働くドイツが痛め銀行まで走っていく。父親から金を借りようとするが拒否され、その上に父親から家を出ていくと言われてしまう。仕方なくそのまま、マニとの待ち合わせ場所まで行くが約束の時間に間に合わず、マニはすでにスーパーに押し入っていたため、マニに加担することに。二人は金を奪って逃走するも警官に包囲され、その後ローラは警官のミスで胸を撃たれてしまう。 大失敗だった。二番目のパターン、序盤は最初のパターンとほぼ同じだが、銀行に着いた後とある経緯から父親を脅して10万、マルクを強奪する。銀行の外で警官隊と鉢合わせするが、奇跡的に脱出した人質と勘違いされて保護され、現場から離れることに成功する。ローラは待ち合わせに間に合い間にの強盗を止めるが、今度は彼が車にはねられ、 任務完了目前でまたも失敗に終わる。最後のパターン、最初のパターンと同じように父親の銀行にたどり着くが、彼は知り合いのマイヤーの車に乗って去ってしまう。再び走り出したローラはカジノを見つけ、所持金を叩いて100マルクのチップを1枚買い、入場する。彼女はルーレットの同じ番号に2回続けてかけてなんと2度とも見事に、当てるが残り時間はあとわずか。 10万丸く以上の大金を手に待ち合わせ場所へ一目散。一方マニはお袋を置き引きしたホームレスの男を偶然に目撃し、なんとか追いついて金を取り戻す。無事以来主に金を返したマニはカジノで手に入れた大金を持ったローラと再会する。三度目の正直で任務完了。カッコ内は日本語吹き替え撮影に使われたスーパーマーケットスーパーマーケットのシーンは、 ベルリンシャルロッテンブルク区の住宅地にある本物のスーパーマーケットを借りて撮影された。最寄り駅は地下鉄のミアーエンドルフプラッツ駅。映画内で使用される BGM、ランニングワンのテーマの一部を抜粋した編曲版がフジテレビのバラエティ番組、ランフォーマネー逃走中内でのハンターが逃走者を追う場面で使用されている。ありがとうございます。